マヤ・オグニエノビッチは、セルビアの女子バレーボール選手。ボイボリナ自治州のズレニャニン出身。ポジションはセッター。セルビア代表。セルビア代表で、レギュラーで、中心選手として活躍する、大型セッター。高さを生かしたネット上でのトスワークを武器とし、ブロックにもたける。セルビア・モンテネグロ代表で出場した2006年世界選手権で、銅メダルを獲得した。 準優勝した2007欧州選手権ではベストセッター賞を受賞した。2008年北京オリンピックに出場した。2010年のヨーロッパリーグで優勝。同年の世界選手権ではセッターとしてチームを牽引した。2011年欧州選手権ではセルビア初の開催国としてのプレッシャーの中、レギュラーセッターとして優勝に大きく貢献。 自身もベストセッターに輝く活躍。その後のワールドカップは辞退した。2012年より代表チームの首相を務め、同年のロンドンオリンピックに出場した。2013年のワールドグランプリでは、銅メダルを獲得した。2015年8から9月のワールドカップで銀メダルを獲得し、リオ五輪出場権獲得に大きく貢献した。 2016年リオデジャネイロオリンピックでは、セッターとして牽引し、オリンピック初の銀メダルを獲得した。セルビア語ラテン本寺、マジャオ・グンジェニビッチ。ありがとうございます。